今日は「旧約聖書」シリーズの第11回目ということで四死期の中でですね有名な四死あ,あるいは勇士ギデオンがいますよね、まあ、ギデオンはですね本当にこう300人という少数でもってミディアン人っていう当時イスラエルをこう圧迫していたそういった敵をやっつけたということで有名ですけれどもそのこう舞台となったところっていうのが ハローでの泉って言われる泉がですね、今もこんこんと水を湧き出していて、ここでギデオンがっていうそういった場所なんですね。そこを見ていきたいと思います。それはですね、イスラエル北部の方なんですね。これはイズレール平原と呼ばれる、そういった場所での出来事でした。すなわち旧約聖書の詩死の六章でもって、こう、裁きつかさ、詩死。 まあ司式っていうのはこうね司式と呼ばれる人たちのこう記録ですけどもまあ裁きつかさっていう風うに呼ばれたりもしますよね。えすなわちこう民を救いそして民を導くっていうそういった裁きつかさ。ギデオンという人物がイスラエルをですねミディアン人の手から救ったっていう記事が司式の六章から出てきます。まあそれがですねとても綺麗なこう部屋が広がっているそういったイスラエル北 北部の部分ね、これはイズレールの「イズレル」。 平原と呼ばれたりイスラエルの平野と呼ばれたりしていますけどもそこが舞台になっていうしますとですねイスラエルっていうのはいつも言ってますけども北はダンという町南はベールシェバという町その間がイスラエルであってそして中心的なエルサレムということになるわけなんですけども、まあ、イエス様がう、ま、育たれたのはナザレの村。 でそれはガリラヤ地方北部になるんですけどもまあ今日見ていきますのはですねこういった北部にある平野平原になるわけですね。まあ、それはですねイズレール平原というふうに呼ばれていて。 それどういったところにあるかっていうとイエス様が住んでおられたのはナザレの山の山上なんですねそして周りには有名な山がありますよタボル山ンっていう山があったりあるいはモレの丘っていうのを今から見ていきますけどもあるいはギルボア山ンっていう山有名な山ですねここでサウルが死んだっていうそれを次回見ていきますけどもサウル王様は死んだ山。 あるいはカルメル山というのはここにありますね。まあ地中海に飛び出ているこういった山ですけれども、このカルメル山というのはその谷を抜けるとメギドであったっていうのはこれ前に見ましたね。えー、そしてカルメル山っていうのはエリア預言者エリアなんかがバールの預言者と戦うっていうのはこのカルメル山の上であったっていうそういったことが言われてますね。えー、こういった山に囲まれた谷間にあるっていうか平野がこのイズレール平原と呼ばれているところで、これちょっとですねこう赤で 着色していますけれどもなんかこうや矢先のようなこう矢印のようなそういった形をしている、えー、平野なんですね。と、えー、いうのは、えー、このですねこのずっと。 東の方に行きますとヨルダン渓谷が広がっていますからねこれはこう大地交代地面が陥没して、まあ、ガリラヤ湖なんていうのは海抜か200メートルというそういったところでこういったヨルダン渓谷が続いていくそこをこうヨルダン川が視界へと流れているわけですけども まあその渓谷を上がってですねずっと地中海へと向かっていく部分にこういった平野の部分平原があるわけですね。これがイズレール平原と呼ばれていてそれはですねちょっとこう説明しておきますとこう非常に肥沃なこう土壌に恵まれたイスラエルの穀倉地帯と呼ばれていますね。まあ、すなわちこう、まあ、当時今も麦が そういった穀物ですけれども、ここ,こはですね、イスレエルと呼ばれているその名前の意味は何かっていうとヘブル語で神様が種をまかれるんだっていうそういった意味がある地名なんですね。イスレエル、神が種をまいて、そしてこう麦が育つ穀物が作物が取れるんだっていうそういった意味の、えー、こう部屋で。 まあ緑が広が広るです、ね、とてものどかな、えー、素晴らしいそういった景色の、えー、ところなんですけどもここを舞台にですねこういろいろ事件が起こっていくわけですよ。 まあ、ここの平野というのはですねイエス様もこのナザレの山の上から見下ろしているそういったところですよえここにナザレの山がありますけどもその山を下りるとここがずっとイズレール平原が広がっているわけでえそうしますとですねイエス様もこの山の上からですねいつもこの平野を見下ろしているわけなんですねちょっとこうナザレを手前にして山を見下ろそうと思うとですね山から見下ろすとあ向こうにメギドが見えますね。えそして そしてこっちにはこうハロデの泉今から見ていきますけどもギルボアさんモレノ丘イズレールこういった旧約聖書の今から見ていく場面の舞台になったところがですねこうイエス様がこう山の上から見下ろすとずっと見渡せるわけなんですね。 まあこれはこうナザレの郊外突き落としの崖と呼ばれていてイエス様がですね一度ナザレの村の人々に崖から突き落とされそうになったとっいうそういった場面が出てくるここではないかと言われるそういったところなんですけどもまあなんとですねこうイエス様の時代から千何百年前なんですけどもイスラエル王国成立前四死期の時代ですね四死期の時代というのは獅子の時代そしてそれからサムエル・キーそしてサウル王でイスラエル王国って成り立って ていきますから、そのシ時期の時代に、なんとですね、外敵であるミディアン人たちが収穫の時になるとイスラエルに侵入して作物を略奪していったというそんな事件が起こったわけなんですね。まあ皆さんこの国総地帯ですよ、緑の広がる、えそして麦が取れるようなそういった時期になると、こう敵が侵入してきてみんなその作物を奪っていったっていうそれがシ時期ギデオンの時代の背景で。 あるわけなんです、ね、まあちょっと見てみますとそういったどういった人々が入ってきたかっていうとですね東の方の人たちですねすなわちヨルダン川の東こちらの方からですね外敵が侵入してきてそしてイスラエル北部ここの穀倉地帯こういったところの作物を略奪し始めたっていうわけなんですね。 まあこれが記事に出てきますね。「四色の六章」で「ミディアン人による圧迫」ということですね。これちょっと待ってください。スライドがこっちが先ですね。「四色の六章」「ミディアン人による圧迫」ね「イスラエルの子らは主の面に悪であることを行った」「主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡された」「イスラエルが種をまくといつもミディアン人アマレク人そして東方の人々が登ってきて彼らを襲った」というふうになるわけですね。 四死期っていうのは何て言うんですかねイスラエルの民がこう堕落していく7つのサイクルっていうふう言われてますけどもこうイスラエル人たちが主の前に信仰から離れて悪を行う時にこう敵によってこう苦しめられる。 そこでですねリバイバルが起こって主に立ち返ってまた平和が訪れるんですけども全く、ま、民が堕落していってっていってそういったサイクルが繰り返されていくのが四色なんですね。このミディアン人による圧迫っていうのもそういったサイクルの中でイスラエルの人々が不信仰に陥ったがゆえにそういったことが起こったということになるわけでしてそうするとミディアン人たちそして他の人たちがアマレク人東方の人々。 ね、そういった人たちが彼らを襲ったっていう。まあこれはですね、ギルボア山っていう山の上に立ってイスラエル平原を見下ろしているんですけども、向こうの方にはヨルダン渓谷が見えるんですね。まあ、行きますと向こうはヨルダンの国になってますけども、ね向こうからですね、ヨルダン川を越えてそういった敵がやってきて、そして侵略されたやっていう、そういった略奪を受けているという、そういった背景があるわけですね。 まあ、そうしますと、えー、このミディアン人たちによるこう略奪ということ、えーまあ。ミディアン人やアマレク人、東方の人々は皆連合してヨルダン川を渡ってイスラエルの平原に、えー、陣を敷いた。 まあ、主の霊が儀伝を覆ったので彼が角笛を吹き鳴らすと人々は集まってきてそして彼に従ったというそういった詩式の六章に、えー、記述があるんですけどもこれはですね、えー、こういったミディアン人たち。 によってですね略奪が行われそして侵略されているという時にですね神様がギデオンという人物を召されるわけなんですね。主はギデオンに言われた「行けあなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ」。 まあこのようにですねこうギデオンという人物が神様によって召されてえそしてイスラエルの人々を集めてこの敵と戦うっていうそういった場面なんですねまあこのギデオンの召しえその時神様からの声にかかった時にまあ最初はギデオンはでいろいろとこう疑ったり抵抗したりするっていうそういったことも書かれているんですけれどもまあそれは皆さん四式の6章見ておいてください今回はですね特にその場所っていうものを見ていきますので、ね そうするとこうギデオンが立ち上がりそしてイスラエルの人々をこうね集めたっていうことでそうするとミディアン人やアマレク人とこの人々はみんな連合してヨルダン川を渡ってイスラエルの平野に陣を引いた。 主の霊がギデオンを覆ったので彼が角笛を吹き鳴らすと人々が集まってきて彼に従った、まあ、ここで,です、ね、ミディアン軍とそしてイスラエル軍の戦い戦争が起こるというその場所がこのイズレールの平安なわけですねそして今から見ていきますけどもミディアン人たちが集結するのはここなんですねここはあのモレの丘という山があるそのふもとに彼らが陣を敷くというところを見ていきます ますねえー、そうしましたらミディアンの人事、えー「ギデオンと彼と共にいた兵は皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた」「ミディアン人の陣営はその北モレの丘に沿った平野にあった」という説記述がありますね。 これがモレの丘なんですけどもこのモレの丘に沿った平地にミディアン人たちが陣取るっていうことですよそしてこうギデオンはどこに陣取るかっていうとハローでの泉のそばに陣を敷いた、まあ、この写真を撮っているこのところっていうのがイズレール遺跡からこうモレの丘を見ているそういった場所なんですけども その近くにギデオンはですね、人を敷くわけなんですね。ところが、主はギデオンに言われた、あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。 ね、こうイスラエルが自自分分の手ででを救っっったととと言ってて私に向かか誇るいいいけないからだというわけなならだうわんですね、まあ、この手前がイスラエルの町の遺跡でハロデの泉っていうのはこっちの方にあるんですけどもこれがモレの丘でこの目の前に敵が陣取ってるわけですね。そしてこの四色の7章ですかこの場面を見るとですねこの時イスラエル軍っていうのは3万人余り。 いたわけなんですね、えー。ところが、こう、あなたと一緒にいる兵は多すぎるって言わ,言われるわけですね。もっと減らしなさいということで、ね、こう、戦いに出たくないものは去っていけという時に、2万人が退いて、1万人余りが残ったんですけども、それでも多すぎるっていうわけなんですね。 えー、っていうのはこう、ね、自分たちの力で勝ったんだって言わないため神様によって私たちは勝利したんだっていうためにですねこう減らしなさい兵を減らしなさいっていうわけなんですね。えー、そうしますと主はギデオンに言われた「彼らを連れて水辺に下って行け」っていうふうに言われるんですね。えー、それで ギデオンは兵を連れて水辺すなわちハロデの泉と呼ばれるその泉に降りていったまあ皆さんこれはですね手前の丘がイズレールという町の遺跡なんですけどもあイズレールという町もですねやがて見ていくことになりますかねこのイズレールという町は聖書では有名ですよこれはずっとまた時代がこうね降りていって。 えー、そして北イスラエル王国の時代にはですねアハブ王様がここで宮殿を持つというのがイズレーっという町ですからね、えー、そのイズレールの、えー、遺跡の丘が残っているわけなんですけども、えー、あるいはこのイズレールの町っていうのは、えー、預言者のエリアがバールの預言者とカルメル山で戦った後にねこに雨が降ってくるっていうことでこうよえ エリアがです、ね、こう腰をからげてこう走っていくこのアハブの宮殿のあったイズレールまでこう走ってかけていくっていうそういった有名な場面がありますけどもその舞台がこのルすぐ近くにですね実はですねこうハロデの泉があるわけなんですよ。これちょっと位置を確認しておきますと。 えとですね、こういっったふうになってます、ねえー、これはですねここにイズレールの町の遺跡があってそしてここにハルデの泉があるっていうのはこれはハルデの泉っていうのはギルボア山の山の麓にあって、えー、そしてですねこう水が湧き出しているっていうそういった泉になっているわけなんですね。えー、まあそういうわけで、えー、ギデオンにイエスか神は言われて、えー、彼らを水辺に こう連れててて登って降りていけけうわけなんです、ね、まあそこでこのハロデの泉ここへと人々兵士をですね連れて行ったということになるわけなんですね。さあこのハロデの泉ですけれども今から見ていきますけれどもどういった位置にあるかというとこれはですね手前がモレの丘で向こうがギルボアさ山ですから。 えここにミディアン人が陣取ってるんですよそしてギデオンの軍というのは平地を挟んでこちらに陣取っている高々、えー、かか数キロっていうそういった距離のところでこう戦争を行っているわけなんですね。 えー、そして今「ハロデの泉」に行きますとそこはです、ね、公園になってますね、えー。この公園として整備されていてですね、まあ、皆さん手前に大きな駐車場があって、えーまあ、この衛星写真撮った時には何か催し物がされてたんでしょうね車がいっぱい駐車してありますけども、ね、ここが公園の部分になっていていろんなイベントなんかが行われるということですね、えー。そしてここに泉が 吹き出ていいるそういった場所があるんです、ねえー、まあ私たちはいつも行くとですねこちらに車を止めてずっと歩いていったりあるいは最寄りの一番近いところにトイレがあるもんですからトイレの前に駐車場に車止めてですね、えー、それでここから泉に行くなんてそんなこともしてるんですけれども、えー、さあその「ハロでの泉」の公園、えー、これはですね 泉の水を引いてきてこうプールなんかが作ってあってですねまあ、あの子供が水遊びできるようなそういった施設にもなっていたりするんですね、えー、こういった整備された、えー、こういった国立公園になっていますまあ、場合時によってはですね行きますとそこでイベントが行われていてそしていろんな屋台が出てですねいろんなことをやってたりしますねこの時行った時にはこういった屋台がいっぱい出ていましたね何の、えー、お祭りというかフェスティバルだったんですかね えー、そしてですねそこを抜けていくと、えー、このギルバーさんの麓ハロデの泉ここから水が湧き出ているんだというこの崖になってますけどねここから水が湧き出ているというそういった、えー、ところに行くわけですね。 さあそのハロデの泉を見てみます、ねえー、ここでですねギデオンが兵をより分けたっていうそういった泉になっていますね。まあ今行きますとですね、まあ、残念ながらこの周りはずっとこう,こう,しこう柵がしてあって中には入れないようになってるんですけども、まあ、周りが整備されているしかしここから水が湧き出ていてそしてこうコンコンとですねこう水が流れ出ていって川になっていくというそういった泉になっていますね。えー、そして まあここでギデオンは何をしたか？ギデオンは兵を連れて水辺に下っていった。主は言われた。犬が舐めるように、舌で水を舐めるものは残らず、別にせよ、また、飲むために膝をつくものも、すべてそうせよ、という。そういうふうなことを言われるんですね。兵士がですね、どんなふうに水を飲むか、という。そのことで、二つに分けろ、というわけなんですね。そうしますと。 えとですね、手で口に水を運んですすった者の,の数が300人であったっていうんですね残りの兵は皆膝をついて水を飲んだっていうんですね主はギデオンに言われた手で水をすすった300人で私はあなた方を救いミディアン人をあなたの手に渡す。 まあ、そういうふうに言われた、というわけなんですね、まあ。いろいろ言われますよ。この時に一、まあ、万二千人いたんですか？えー、そのうちの三百人が、こういったふうに、手で、えー、水をこうすす運んですすったっ、というわけですね。えー、ですから、こう膝をついてですね、えー、このすす。 水を飲んだものっていうのはこう隙ができているっていうですねこう体がすぐに動かせない状態であんまり良くない、えー、こういうふうにですねこう手で、えー、口に水を運んだものっていうのはこういつでも もう片手が空いていてて戦えるようなそういったちゃんとわきまえている人は、まあ、いろんな説があってですねそういった説明もされることがあるんですけども、まあ、ともかくこの時にですねこういうふうに水を飲んだ300人が選ばれてそしてギデオンと共に戦いに出ていくというふうになるわけなんですね。えー、そしてです、ね、さあこのハロデののハデ泉から湧き出た水っていうのは 川となってヨルダン川に合流していくわけなんですね。まあ今はですね、こういうふうに公園ですから、 ちゃんとこう岩を敷き詰めて水をコントロールしてちゃんとこうなていうんですかね川につけてあるわけなんですけどもえ珍しい写真がありましたよそれはですねえなんと100年前のこのハロデの泉の写真が残っているわけなんですねまあもちろん白黒写真ですけどもえ皆さんわかりますかねこの崖があってここから水が湧き出ているんですけどももう一面の こう水浸しというか一面水がなっていうか、ねまあ、その中をベドウィンの人でしょうかね馬に乗ってこの水辺にいますけれども水の中に立っていますけれども、まあ、当時はですねそういった整備されていない えー、もう水が流れ出ててそのままこう湿地帯になっていくっていうそういった状況だったわけなんですね。まあ、近代になってちゃんと整備をして、そして水のこうね流れを作ってそういった風に人工的にコントロールするわけなんですけれども、まあ、100年前すなわちあるいはこうギデオンの時代というのはこういった状態だったんですね。まあここなんかこの写真なんかではですね、羊飼いが羊の群れを連れて水を飲ませにこのギデオンの泉このハロデの泉にやってきた こういった写真も残っていますからね、まあ、これを見るとですね周り何もないですよねここに原での泉が湧き出ていて向こうにはギルボア山が見えてますよそのままギルボア山ギルボア山っていうのは次回見ていきますけどもこの山の上でこうサウル王が自決していくっていう、ね、ペリシテ人に敗れてギルボア山に逃れてそこで自殺していくっていうそういった山になりますからねえこれがギルボア山んなんですね。その麓にある のハロデの泉、まあ、ここで、えー、3,000年前にですねこうギデオが兵士をこう試してそして300人をより分けたっていうそういった場所になるわけなんですね。 まあそういうわけで、えー、この泉で300人をより分けて何をしたかっていうことが詩篇の7章に出てきますね。えー、ギデオンは300人を3つのグループに分けて全員の手に角笛と空の壺を持たせてその壺の中に松明を入れさせたっていう不思議なことをするわけですね。えー、すなわちこう何をしたかっていうと真夜中になって陣営の端で 角笛を吹き鳴らし壺を打ち壊してこう松明を握って叫び声を上げた時にミディアン人の陣営は混乱して同士打ちを始めて敗走したというわけなんですね。まあ皆さんこれがモレの丘でこの手前のところにミディアン人が陣を持っているわけですね。そしてギデオンは300人でもってこの陣営を取り囲むようにこう軍兵を配置してです、ね、そして真夜中にですね。 壺の中に松明を潜ませてあるわけですからねこう大声とともに壺を割ってですねそうするともう300人が回りますけれども真夜中真っ暗闇の時にこういきなりですね兵の声が叫び声が聞こえてパッとこう松明がこう見えるわけなんですね。 まあそうするとミディアン人たちはこれはもう取り囲まれてしまったということで真夜の中で敵も味方も分からなくなって同士討ちを始めてそして敗走していったこのようにギデオンは勝利したというそういった記事になっているわけなんですね。これ皆さんのギデオンにまつわることといいますと国際ギデオン協会というそういった団体がありますね。まあ、私たちも、 教会もですねこういった国際ギデオン協会の無料の聖書配布に対してこう協力をしていますし献金もしていますけれどもねこの国際ギデオン協会のロゴに使われているのがこの松明を入れた壺なんですねそしてこうギデオン協会っていうこの名前もこの勇士「有志さばきつかさギデオン」から名前を取ってですね えー、そしてこ,うこのロゴにもしているとようにですねこう松明を壺の中に入れて、えー、それをこう打ち壊してですねそして真夜中にこう時の声を上げたというそういったことで勝利していったというそれがギデオンがいかにミディアン人と戦いまた勝利していったかそこに神様が働かれたという、えー、そのことなんですけどもね。 こうしてミディアン人はイスラエル人の前に屈服させられ二度とその頭を上げなかった、まあ、国はギデオンの時代40年の間穏やかであった、まあ、この40年の後にまたイスラエル人たちは堕落してそしてまた敵にこう圧迫されてまたそこにこうばきつかさが使わされていくそれをこう繰り返していくのが詩識の内容になっているんですけどもね。 まあ、ともかくこのイズレール平原、えー、そこに平和が戻ってですねそして豊かな麦畑がそこではこう実っているそこにこうモレの丘がありますけどもね、まあ、実はこのようなうミディアン人とギデオンとの戦いっていうこの戦場っていうのはですね同じところで実はそれから百数十年後、ね、こうサウル王様が イスラエル王国をこう確立するっていうかこうね生み出すっていうその時に実はこのところで同じ場所で こうイスラエル軍がペリシテ人に敗れていくっていうそういった悲劇を迎えるのがこれはサムエル記の第一その記事になっていくわけなんですね。まあ、ギデオンが本当にこう少人数でもってミディアン人に大勝利をした。その同じ場所でサウル王がペリシテ人と戦ってそしてこう惨敗して。 そしてイスラエル軍は負けてしかもこうサウルとその息子たちはそこで死んでいくというそういった悲劇を迎えていくのが全く同じ場所で行われていくということを次回見ていくことになります。